全国のポケモントレーナーの諸君、ポケットモンスターソードシールド冠の雪原にウルトラビーストが出るということで、なんかウルトラホールに行けるみたいな、なんかそういう情報が出回ってたんじゃな。だから今回はウルトラビーストゲット目標に頑張っていこうと思うぞ。見た目はウルトラビーストな無限ダイナ君もそう思ってるみたいです。おーよし頑張ろうな。でこの村の民家のどこかになんかとあるポケモンがいるらしい。ん？その子はふわふわちゃん。何ふわふわちゃん。村の外で震えていたのを連れて帰ってきちゃったの。その子と出会ってから知らないポケモンが雪原に増えたのよね。ふわふわちゃん見たことないポケモンだし、頼れるトレーナーさんに育ててもらった方がいいのかも。村を守ってくれたあなたならふわふわちゃんのお世話を任せたのだけど、どうかしらね。断ります。これどの時点で星雲ちゃんのステータスが決まるんじゃろうな。今話しかけちゃった時点で決まってたらわし罪なんじゃが。あれおばあちゃん。あ、ふわふわちゃんのお世話あなたに頼めないかね。任されてよかったねふわふわちゃん。グスモン。うっかりやな性格。さあもう一度、ここでリセットして、星雲ちゃん受け取りたいと思います。さあリセットして戻ってまいりました。ふわふわちゃんのお世話あなたに頼めないかね。もちろんわしがやりますよおばあちゃんね。グスモン。せっかち。オッケー。これでコスモックどうやら厳選できるみたいじゃな。ルナアーラにするかソルガレオにするか悩みどころじゃな。ちなみにわしはコスモックをルナアーラにしたいので、臆病か控えめどっちかがいいなって思っております。なんでコスモック厳選頑張っていくぞ。グスモ。陽気な性格グスモ。おっとりした性格グスモ。気まぐれな性格グスモ。無邪気な性格も無邪気な顔しやがってお前。こっちの気持ち考えてみろお前。なあこの連続の繰り返しグズモだのクズマだの知らねえけどよお前。なあお前泣かすぞ。こらその青色の斑点涙の色にしてやろうか。他に何か仕事してるんですか。いいえわしは YouTube 以外何もやっていません。つまり無職ニートというわけですね。よろしくお願いいたします。ニート30歳、大木戸博士の声真似してる男。来た。自分の悪口言ってたら来るのやめていただいてよろしいですか。ようやく出ました控えめな性格。これでいいんじゃないかな。臆病控えめどっちか惜しかったんで、まあ控えめなコスモックちゃんということで可愛いんじゃないでしょうか。ちなみにコスモックの個体値は HP 最高、特攻ダメかも、特防最高、素早さ最高、攻撃がダメかもだったら最高だったんですが、残念ながらそんなことはなかったので王冠使う前提で育てないといけないね。それじゃあ次の場所に行ってみようと思うぞ。で次がマックスダイス穴で、こうなんだっけみたいな名前のやつ、ピオニーですね。おうおう隊長じゃねえか。やっとこそシャクちゃんと家族交流できてるぜ。ん、俺がアジトでメモを落としたって、そんなもん持ってたか。すっぽり記憶にねえな。ん、そのメモに写ってんのってここマックスダイス穴じゃねえか。うわー、ん、キッズたちがどうされました。マックスダイス穴の奥にポケモンかわからない生き物がワンサか現れたんだ。なんですって。やはり何らかの影響で別の世界の生態系がこの前一瞬開いたウルトラホールと関係している。なんかすげえことになってるみてえだな。ちゅうことは隊長、また新たな探検が始まるかもしれねえな。この探検名付けるならあれだな、伝説空を覆うウルトラな穴伝説。ウルトラな穴ですって。なんつってな。とりあえずメモに写ってるポケモン捕まえるの目標でアドベンチャー張り切ってみようぜ。さあこれでダイマックスアドベンチャーをやればウルトラホール、その中にいるウルトラビーストと出会えるらしいんで、早速遊んでいこうと思うぞ。
虫？さあいよいよラストボス戦、虫タイプ。さあ一体何が来るのかな。ウルトラビーストフェローチ来たー。ここまでボス戦おそらく7回近く繰り返しました。ようやくフェローチェと出会うこと相叶いましたです。とてもとても大変でしたが、ようやくウルトラビースト出会うことができました。完全に運ゲーみたいじゃな。飛び膝、あー隊列が隊列やられていく。ビースティングブースティング忘れてた。あ、ビースティングブースティングやばすぎる。ロックブラストいっぱい当てろ、5回当てろ、5回。3回か。やべ、どんどん強くなるぞ。ビースティングブースティングでな、これはダイマックスして大ロック打つしかないね。さあどうやらさっきのピオニーに話しかけて、でなんかタイトルテロップ出たじゃろ。あのタイトルテロップが出た後普通に潜れば運次第で、ウルトラビーストが出るようになると、それは確定みたいじゃな。第6部し削っていく。ウルトラビーストは普通のモンスターボールでも確定ゲットできるのかな。ちょっとそこをここでちょっと気になるんでね、普通のモンスターボール投げていこうかなというふうに思うぞ。さあウルトラボールではないんですが、モンスターボールを投げていって、ピッピッピカチュー、無事ゲットしていく。やった、フェローチを捕まえたぞ。さあこれで、フェローチェ強さを見る。あ、素早さ下がって防御が上がる、地獄みてえなステータスですが、ウルトラビーストせっかく記念なんでね、捕まえていこうかなというふうに思うぞ。のんきな性格、お前のんきな顔してんじゃねえよ。こんなね、お前フェローチェ出すまでどれだけこのダイマックスアドベンチャー回ったと思ってるんじゃ。ふざけ散らかしやがってなお前。ということで連れて帰ります。お疲れ様でした。ぜひまた協力してくださいね。でウルトラボールはこのお姉さんから交換できます。マックス鉱石150個で、ウルトラボールを交換できると。なんでウルトラビーストをウルトラボールに入れたい方、また伝説ポケモンとかをウルトラボールに入れたい方は、頑張って150個集めてください。銀の王冠より高いってやばすぎでしょ。で特製カプセルが50、特製パッチが200でございますね。地獄です。あとこのシャクヤから話しかけると、私マックスダイスワノでフリーザー見つけちゃったしみたいな感じで、指定のポケモンに必ずたどり着く道をマックス鉱石5個で、教えてもらうことができますと。まあフリーザーはいらないです。このシャクヤがウルトラビーストの居場所を教えてくれる場合もあるんで、まあダイマックスアドベンチャー1回行ってウルトラビースト出なかったら、まあ、シャクヤに話しかけてっていうのを繰り返すといいんじゃないでしょうか。ということで今回はウルトラビーストポケットモンスターソードシールドに登場ということで、ゲットの仕方、動画化させていただきました。これからもポケットモンスターソードシールドの動画を上げていくので、よろしければチャンネル登録お願いします。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。